1938年1930年、エミリー・ジョンソンはイギリスの女流飛行士である。キングストンアポンハル出身。1929年にパイロットライセンスを取得した。1930年に女性として初めてイギリスからオーストラリアの飛行を行った。5月5日にクロイドンをデハビランドジプシーモスで出発して、5月24日に オーストラリアのダーウィンに到着した。1931年にイギリスから日本への飛行をジャック・ハンフリーと言った。1932年6月と1936年5月にイギリスから南アフリカのケープタウンの飛行を行った。1932年にジム・モリソンと結婚して、モリソン夫妻は1933年の大西洋横断飛行、 1934年のインドまでの無着陸飛行を行った。マック・ロバートソンエアレースに参加してインドのアラハードまでレースをリードしたが、リタイアした。1938年、モリソンと離婚した。第二次大戦中は航空輸送予備隊のパイロットとして基地への航空機輸送を行ったが、1941年1月5日、 テムズ川川口付近で雲に迷い込みパラシュートで脱出したが行方不明となった。ありがとうございます。